シュロモ・ミンツ、シュロモ・ミンツ、シュロモ・ミンツ、1957年10月30日隊は、モスクワ生まれのイスラエルのバイオリン奏者、ビオラ奏者、指揮者。シュロモ・ミンツは1957年10月30日、モスクワで生まれ、2歳でイスラエルに移住。2歳でピアノ、3歳でバイオリンを始める。テルアビブ音楽院にて学ぶ。6歳の時、自身が、 バイオリニストでもあり、また多くのバイオリニストを育てたイロナフェヘールに支持他に、ピンカスズカーマン、ハガイ・シャハム、シュムエル・アシュケナジ等9歳の時、アイザック・スターンが初めて彼の演奏を聴いている。11歳の時にトベズビン・メータ式イスラエルフィルハーモニー管弦楽団との共演で、コンサートデビュー。その才能を目の当たりにしたメータは、すぐに、 アイザック・スターンにその驚きを電話で伝えたという。その後すぐに病気で倒れたパールマンの代役としてメータに招聘され、パガニーニバイオリン競争曲第1番を再びドーフィルトとも、その後各シーズン定期的にメータと共演することとなる。スターンとのレッスンはミンツに多大な影響を与え、指導者として大きな存在であった。 スターンは、アメリカイコール、イスラエル文化基金からの奨学金を取り計らい、ミンツは、ジュリアード音楽院に入学、ドロシーディレーに指示。16歳で、スタインバーグ式ピッツバーグ交響楽団と共に、ブルッフバイオリン競争曲第1番を演奏し、カーネギーホールデビューという驚異的なスタートを切る。その後も、アメリカイコール、イスラエル文化財団の強力なバックアップの下。 コンクールを経ることなく演奏活動を始めるという異例のキャリアの持ち主でもある。ヨーロッパでのデビューは1976年ブライトンフェスティバルジノ・フランチェスカティの代役。続いてロンドンとドイツ各地でオーケストラと共演。翌年にはさらに大規模なヨーロッパツアーに出かけている。演奏回数は各シーズン100から200回に及んでいる。 1980年にはザルツブルク音楽祭に初登場ブラームスを演奏その後主な国際音楽フェスティバルより定期的に招待されている1983年イスラエルでの音楽祭にて開催されたフーベルマンフェスティバルではスターン、イダ・ヘンデル、ギトリスラ多くのバイオリニストと共演1985年にはザルツブルク音楽祭で バッハの無伴奏の全曲演奏を行い、評判となる。なお1984年5月には、初来日を果たしている。レコーディング活動では、1980年、ドイツグラムフォンと専属契約を結び、レコーディングを開始、メンデルス・ゾーンブルッフ、パガニーニ、クライスラーと立て続けにリリース。中でも、 パガニーニの24のカプリースでは、難所を完璧な技巧で弾きこなすだけでなく、持ち前のボーイング技術によって、低音から最高音部まで、独特のぬめりのある美音を鳴らし、現在でも、同曲の最高の演奏の一つとされている。1984年には、バッハム伴奏ソナタとパルティータを発表、高い評価を獲得。以後、世界各国の音楽賞を受賞するなど、 その透明度高く美しい音色と高度な技巧により絶賛を博する。しかし1990年代に入ると、まだ30代前半であるにもかかわらず、ドイツグラモフォンとの契約を打ち切り、1990年代初頭に、ショスタコービチのバイオリンソナタとビオラソナタを絵とからリリースしたたは、録音活動は休止状態に入った。皮肉にも、 この時期から演奏は円熟味を見せ始め、クルト・ザンデルリングとの共演によるベートーベンの競争曲や、セルジュ・チェルビダッケとの共演によるブラームスの競争曲が、コンサートのライブ録音の海賊版音源で出回った。2000年を超えて、新たにアメリカのミュージックマスターズにビバルディのシリーズを、RCA にモーツァルトの競争交響曲や、ブラームスのバイオリン・ソナタ、 ビオラ・ソナタ全集をリリース。またチャリティ活動の一環として、演奏と共に指揮者として、フランスのバロアに、ストラビンスキーの兵士の物語を録音するといった具合に、専属という形を取らない活動を行っている。これまでの共演者には、チェルビダッケ、ジュリーニ、シノーポリ、バレンボイム、アッパードといった指揮者や、スターン、パールマン、バシメット、ブロンフマン、マイスキー、 カーネギーホールで同時デビューしているラガオリ、すでに世界的バイオリニストとして揺るぎない評価を得ている。2005年の5月に秋山和義式の東京交響楽団に客演し、バルトークのバイオリン競争曲第2番とビオラ競争曲を続けて演奏した。さらにこの時のアンコールでは、パガニーニの24のカプリースの第5曲をかつての録音よりも、 一層磨きのかかったビヨンで完璧に演奏した。2009年3から4月には2007年50歳のバースデーを記念してスカラザよりスタートしたカプリース24全曲演奏ツアーの最終リサイタルを名古屋、東京にて開催する。バイオリン演奏のみならず18歳の時から指揮者としても活動を開始。イギリスのロイヤルフィルハーモニックオーケストラ。 NHK 公共楽団やイスラエル教同、各国のオーケストラと共演しているほか、弦楽四重奏団や室内管弦楽団との共演、ビオラソリストとしても演奏、レコーディングなども行っている。その一方で、著名なコンクールの審査員としても活躍、パリ音楽院、マンハッタンを音楽学校、クリーブランド音楽院で教えるほか、イスラエルで開催される消しとエロン。 国際バイオリンスターコースや世界各国でバイオリンのマスタークラスを実施するなど多数のバイオリニスト育成にも注力している。母国語はもちろん英語、フランス語、イタリア語等8カ国語を話し活躍の場は日本を含めヨーロッパ、アメリカ、アルゼンチンなど世界各国に広がっている。使用楽器はストラディバリ2009年2月現在。現在彼は 素晴らしいテクニックの差へとひるいない音色の美しさで、同世代のバイオリニストの中でも群を抜いた存在である。そのテクニックに注目される機会も多いが、ミンツ自身が強調するのは、演奏家からの一方的な表現ではなく、演奏が語りかけることによって聴く側が耳を傾け、何かを感じ取るという双方向のコミュニケーションである。音楽によって世界の平和を記念する姿勢は、 演奏家をスタートした頃より変わりない彼の信念である。from Deutsche グラマファン、from R.C.A. Victor,from Music Masters Classics,from e r a t o f r o m Varroa,from Avi r e c o l l s and Magnetoon DVD 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。